ちょっと運転中暇なんで動画の方を回しています。で、今日なんですけれども、剣道の体の使い方というか、特に足の使い方について少し話ができたらなというふうに思いまして、動画の方を作成しています。で、そもそもなんでこんな動画を作ろうかと思ったのかと言いますと、最近私の方で道場を見つけて剣道を再開することになりました。まあ、剣道を再開するにあたって自分の理解の整理だったりとか、あるいは皆様からアドバイスいただけますと、とても勉強になりますし、とても刺激にもなりますので、そんな機会にと思いまして、この動画を作ろうというふうに思いました。で、体の使い方、足の使い方ということで、特に後ろ足ですね、構えた時の後ろ足の使い方について、今日は考えていけたらなというふうに思っています。剣道で中段に構えた場合って、通常右足前で左足が後ろっていう風になるんじゃないかなと思うんですけども、左上段だと逆ですよね。左足が前で右足後ろっていう風になるんじゃないかなと思うんですけども、私この後ろ足って弾力を利用してバネのようにして体を押し出すという風にして使ってるんですけども、皆様はいかがでしょうか。構えた状態から攻撃する際って当然こう前足を前方に送り込むことになると思うんですけれども、この前に前足を送り込む際、当然前足は床から離れることになると思うんですが、その瞬間って後ろ足の一本だけで体を支えることになるんじゃないかなと思うんですけども、その際当然体重がかかりますので、膝、まあ中段の構えですと右足前左足後ろなので、左足左膝ですかね、ここに体重がかかってグッと曲がることになるんじゃないかなというふうに思うんですけども、これがバネのように作用することによって曲がったものが伸びると、そういう力を使って体を前方に押し出す、そういう感じで私は理解してるんですけども、よく指導の際に後ろ足で床を蹴って体を前方に押し出しましょうというふうに指導しているのをよく聞くんですけども、まあ、確かにその通りで後ろ足で蹴って体を押し出すんですけれども、ただどこまで曲げた後ろ足を伸ばすことによって、まあ、意図的に体を前方に押し出しているのかっていうと、自分はそこまで意図的にこう後ろ足を伸ばして体を押し出しているっていう感覚はちょっとないなというふうに感じています。先ほど申し上げた通りなんですけども、バネのような感じでなんか自然に曲がったものが伸びていくみたいな、そういう感じなんで、あまりこう意識して体を押し出してるっていう感覚はちょっとないんですけれども、あくまでバネのイメージですので、ね、曲げたものが伸びる、前足を持ち上げた時に後ろ足に体重がかかって、まあ、曲がって、その反発で前方に体が押し出されていくと、そういうイメージなんですけれども、で、前足を持ち上げた際体が前方に傾くことになるんじゃないかなと、まあ、状態が前に前傾姿勢になる、そういう形になるんじゃないかなと思うんですけども、それによって少しこう間合いを稼いでるっていうのもあるんじゃないかなというふうに思います。後ろ足をバネのように使って前方に押し出すというだけではなくて、体が前傾することによって攻撃の距離を稼いでるっていう、そういう使い方もしてるんじゃないかなというふうに私は考えています。で、伝統的な指導だと多分その上体を傾けずになるべくまっすぐの姿勢を維持したまま、まあ、打ち切るというふうに教えられるんじゃないかなと思うんですけども、この私のやり方だと結構体が前に傾くんですよね。その点伝統的な教え方からは少しこう外れてしまうような打ち方になってるんじゃないかなというふうに思ってます。ただ体をまっすぐにしましょうというのは、まあ、感覚的なことを伝えようとしてそういう指導になっていることもあるんじゃないかなと思いますので、実際現実にはこう体は多少傾くのが自然だったりする場合があるのかなというふうに思っています。あくまでこう感覚的な話と、まあ、現実的な面というのはちょっとこうずれてくるという、そういうこともあるのかなというふうに感じる時もあります。あと、まあ、こんな感じで今回は体の使い方、特にまあ足、後ろ足、この使い方について自分の考えを少しこう整理しつつ話してみました。まあ、バネのように使う、意図的にこう曲げて伸ばしてというよりはなんか弾力を使ってっていう、そういうところがある。
そういう話なんですけれども、まあ、これについてぜひ皆様からご意見というかご感想でもいただけますと、すごく励みになるといいますか刺激になりますので、ぜひいろんなご意見いただけるといいなというふうに思っています。まあ、余談ですけれども、私自身剣道って本当に素人も素人で、実際剣道をしっかりやってたのって中学校の3年間ぐらいなんですよね。でその他って、まあ、1年ぐらいちょろっとどっかで不定期にやるみたいな、せいぜいそんな感じなので、まあ、本当に4年とか5年とかそのぐらいしかしっかり剣道やってないんですよね。で動画で左上段とか二刀流とか上げてますけど、これって本当に我流で独学でやっているだけなので、結構デタラメなことをやっちゃってるんじゃないかなというふうに思います。なのでちゃんとした剣道からは、まあ、だいぶ外れてるんじゃないかなというふうに思います。なので詳しい方いたらいろいろアドバイスいただけると嬉しいです。まあ、という感じで動画の方を終わりにしたいと思います。本当に拙い説明で、大変失礼いたしました。ではどうもご視聴ありがとうございました。